2022年の8月29日にオリスコットンキャンディーを購入して1年が経過したのでレビューしたいと思います。まずは良かった点を挙げます。1、ブロンズ製で色の変化が楽しめるところです。1年経ってベゼルは暗褐色になっています。前回色の変化を見た2月からはあまり変化はないです。かなり照明を当てているので明るく見えますが。2、日向と日陰でスカイブルーの色合いが変化するところです。日向だと少し黄色っぽく見えますが、日陰だと水色の色が少し濃くなります。3、購入して1年が経過したので現在の精度を測ってみます。8時に計測スタートです。止めてみます。最初の誤差はほとんどないです。8時で24時間です。基準のアテッサが8時になります。止めてみます。コットンキャンディが1日で1秒少し超えるぐらい進んでいます。1年経過してもこの精度なのでかなり安定しています。4、ベゼルを回した時の音が非常にいいです。逆回転防止ベゼルになっていて、回した時にカチカチといい音がします。5、ダイバース時計なので夜光も明るくて見やすいです。照明を消します。地震と分震と秒針、12時のところの丸い部分が特に明るいです。少し残念だったところを一つ挙げておきます。パワーリザーブが38時間なので気づくと止まっていることがよくあります。最後に感想です。発売時31万9000円だったのが38万5000円に値上げされているのが少し残念ですが、ケースサイズが 38mm と男女ともに付けられるサイズで可愛い色合いなので、ブロンズの色の変化がダメな方以外の可愛い時計が好きな方にはおすすめです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。